無人島に何か一つ持っていくとしたら、君は何を持っていく？あなたからの手紙かしら。夕食の獲物を焼くときに思い出と一緒に燃やすのよ。あまり燃えないかもしれない。女は所有するものを放棄すればするほど美しくなるわ。君は美人だって今気づいた。恋は思い出になった時に初めて知的に把握できるのよ。